おはよう前橋から。皆さんおはようございます。おはようございます。8月7日時刻は7時25分を回りました。ここからは前橋市本町2丁目にあります前橋シティ FM のスタジオから、おはよう前橋から、略しておはから、元気にお送りしてまいります。改めましておはようございます、磯日彩香です。皆さんおはようございます、小千じいちゃんでございますよ。はい、今日は小千じいちゃんと金曜日元気にお送りしてまいります。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。いや、8月ももう1週間終わっちゃいましたね。早いね。早いですね。もうここから夏本番だって思ってたじゃないですか、今年、うん、梅雨がやっぱ明けるの遅かったので、はい、ですが暦の上では今日から立秋ですって。一応ね、暦の上ではね、暦なんて当てになんねえもんだの。そうですね。いや昔はねその通りだったかもしれないけど、なんかね、涼しい風が吹き始める頃と言われておりますが、現在は全然違いますね。とんでもない話です。もう秋なのかっていう、はい、表現を変えた方がいいですかね。そろ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 、はい、21世紀ね。21世紀。でも今年はあの初期払いっていうんですか、うん、っていうのがなんかまあね、できないってわけじゃないけど、うん、こうみんなで集まって、うん、こうワイワイするってことができないですからね。ダメよっていうね。流行りでね、集まっちゃいけないよっていうのは流行ですからね、今ね。すごいものは考えようなんですね、小千ちゃん。流行りなんで、最先端だよ。はあ、なるほどね。なるべく集まらないようにしようってね。それが流行りなんですね、今の。流行です。流行ですね。ああ、なるほど。そうするとやっぱり流行に乗ってると思うと。そう、最先端を言ってる。あ、俺って最先端言ってるって、生かすじじいになれたかなって思うね。すごい考え方ですね、はい、なんかそう思うとなんか乗り切れそうな気がします。まあ考えようですね。そうですね、はい、でまあ皆さんもね、こう冷たいもの、っていうんです、体が冷えるものとかもね、食べてもらって、今日も熱中症対策、ね、しっかりしていきましょう。対策して、はい、今日も猛暑日ということで35度を予想されておりますので、昨日よりも暑くなりそうですね。あ、昨日より、そうなんですよ。昨日よりもね、ちょっと暑くなりそうですね。やだけどしょうがない。そうですね、土曜日日曜日も同じく暑くなる、まあここからはひたすら暑いので、もう当分ね。当分暑い、毎日35度前後。そうですね、はい、頑張っていきましょう、はい、今年の流行りです。流行り流行が来ましたね。乗っていきましょう、はい、さあというわけで、まあ、暑い日がね、夏がやってきてるということで、夏には外でバーベキューなども最高ですよね。はい、そこで、今日のメールのテーマはこちらです。今日のテーマは炭焼き万歳。やったー、炭焼きだというテーマです。今日は炭焼き万歳という、炭焼きね、炭で焼いたらたまらないであろう、焼き鳥、うなぎ、魚、ジンギスカン、ホルモン、などなど教えてください、はい、あとはおすすめの食べ方とかお店、思い出などもお待ちしております。はい、いいですね、お腹空いてきましたね。お腹空いてきた。差し入れ歓迎ですよ。炭焼きのものをですか。はい、さあというわけで時刻は7時29分を回ります。せーの、いってらっしゃいまし。今日のメールのテーマはこちらです。炭火焼き焼き焼き。あと小千ちゃん、これね、今日のテーマはね、炭火焼き万歳まで入ってるんです。万歳まで入ってる。そうなんです。炭火焼き万歳、イエーイ。炭火焼き万歳ね。そうなんですよ、やっぱ暑い夏がね、まあ、来ておりますけど、まあ秋でも、まあ、炭で焼いたりとかもしますもんね。まあ炭で焼くのは一年中だな。春とかも、冬とかも、やるでしょ、一年中やる人は。いやそっか、キャンプ好きな人とか、極寒の、雪山で炭火焼き、やるの。いやー、分かんない、とせそうと人のこと言っちゃった、またまた休憩中に叱られるかもしれない。怒っちゃうよとかで、はい、そこでね、炭で焼いたらたまらないであろう、
焼き鳥とかうなぎ、うん、魚、ジンギスカン、ホルモンなどぜひ教えてください、はい、おすすめの食べ方やお店、思い出などもお待ちしております。いろいろ、はい、はい、というわけで今日は皆さんから炭火焼き万歳でお待ちしております。では時刻は7時52分です。こせんちゃん、いくよ、はい、はいよ、せーの、いってらっしゃいまし、炭火焼き。8時20分です。おはよう前橋からお送りしております。さあこの時間の担当は私あーちゃんこと磯日彩香と古仙じいさんだよ。おー、なんかホラーな言い方だね。おはようございます。どうぞよろしくお願いします。よろしくね。さあというわけで、おはよう前橋から今週はね、まあ、最後ということなんですけど、1週間早かったですね、うん、すねね、うん、あっちゅうま、あっちゅうまでしたね、はい、全然違う話なんですけど、うん、あの高崎市のそういう小学校中学校の修学旅行が、うん、全部中止って聞きました。あー、やっぱりね。そう、うん、なんですって。でもしかすると、まあ、秋とかにできたら、うん、なのかな。うーん、時期をずらす。あ、違う、秋がそうかダメなんだよね、うん、だって難しいよ。もう次時期ずらすって言ったら、だってもう冬、うん、冬から春、来年のもう卒業を迎えちゃいますね。そんなことしてたら、そう、そういうことだよねえ。まあなかなかね、2年生とかに行くからあれだけど、うん、ねえ、前橋市はちょっとどうなるのかまだあれ未定ですけど、はい、ねえ、こういうふうに群馬県内でもちょっと動きがね出ていますけど、ね、夏休み中のね学生さんはちょっとこれ聞いてね、うん、気持ちは分かっているんだけどショックだよね。まあショックだよね。うん、うん、ねえ、まあ、特殊なね、年だったってことで。でもその年に当たった学生さんかわいそうだな。もう、うん、自分だったらもう本当に吠えるほど嫌だって思う。まあ、ね、けどね、かつてないからね、うんうん、仕方がないって分かってるんだよ。分かってるけどって言った、うん、分かっちゃいるけどやめられないね。スイスイスーダラだったね。スイスイスーダラだった。トン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 って、ね、スラスラスイスイスイ、それは知ってます。知ってる。うわ、知ってます。うわ、やっと初めて。2年半かけておじいちゃんと噛み合った。大昔の知ってたんだ。はい、はい、スーダラ節。さあ、もうメールのテーマ行こう。うん、じゃあ今日のメールのテーマはこちらです。はい、今日のテーマは炭火焼きバンザイ。はい、今日は炭火焼きバンザイということで、はい、ラジオネームドビンチョビンハゲチョビンさんからです。ハゲチョビンさん、いらっしゃい。タン、タン、タンジロー、これは炭治郎でどっちだろう、うん、え、鬼滅の刃といるんでしょうね。鬼滅の刃の中に炭治郎でしょ。炭治郎か。うん、知ってるよ。ごせんちゃん知ってるの。知らないの。鬼滅、私わかんない、見たこともないもん。知らねえんだけどさ。なんか見たこともないんだけど。え、嘘、知ってた、知らなかったの。ごせんちゃん、ざっくりとだよ、ざっくりと。その、うんうんうん、妹がさ、ほら、うん、鬼になっちゃってさ、うん、とか食わないように、何、口になんかはめら、竹だっけ。そうそうそう、なんかはめられて。そのコスプレやってる人いますよね。あら、不便でしょうね。飲食するときに外すんですか。さあ、素敵には真夏にバーベキューはやるもんじゃないかもしれませんね、うん、気温が高いし、日も暑い、汗だらだらで食べ物に、塩味が加わってしまいそうですよねと。季節的には、春秋がいいと思いますが、ワイワイガヤガヤとイベント感があるのはやはり休日に、初地や夕方に開始とか工夫して楽しみたい、うん、バーベキューは炭で火を起こしたり、火を工夫したり、何が楽しいって、炭火の管理が楽しいんです、うん、管理、ついついふざけてパタパタとうちわで仰いで灰を巻き上げたり。バーベキューは炭に始まり炭で終わる、そんな感じかな。遊んじゃうのでね、火の係はあまり回ってこないですがと、うん、最近のヒットはルナパークの手ぶらでバーベキューの締めにいただいた焼きおむすび。我が家の締めも焼きそばピザも作りたいけど焼きおむすびとなりそうです。醤油と味噌かな、こんがりと香ばしく楽しみだな。では良い一日をと。いいですね。焼きおにぎりは うまいよな。ね、焼いただけ。また炭で焼いた焼きおにぎりたまんない。火を起こすとこからね。
楽しむっていう人結構いるよね。じいちゃん無理だね。なんか今の道具でちゃちゃっと火つけたい派だけど。あ、そうなの、うん、あとはラジオネームね、高崎のパパさんからもいただいておりますよ。はい、木更津在住時に何度か行った七里川温泉、千葉では珍しい伊温泉の源泉かけ流しの内湯と、うん、開放的な露天風呂が魅力の温泉ですが、うん、さらに魅力なのが日帰り入浴者でも自由に使えるいろり、うん、魚介、肉、野菜と豊富なメニューが用意されていますが、なんと食材の持ち込みも OK なんです、うん、そんな中パパのお気に入りだったのはシシャモ。遠赤外線の力で表面はパリッパリ、中はふっくら焼けたシシャモは今まで食べていたものとは全く別物で、いや、シシャモ自体は何も変わらないんだよと、旨味と食感の素晴らしさに感動極まりないものでした。普段何気に食べていたシシャモがここまで美味しくなるなんて、まさに炭焼き万歳を実感した瞬間です。そうね、すごい。炭焼きはさ、そのさ、遠赤外線ね、うん、なんか出てるんだよな。うん、見えないんだろうけど、うんうん、出てるものは、出てるものが不思議だよね。そう、まあ、風味、まあ味変わっちゃうんだからね、うん、焼き加減。そうですよね。でもシシャモをここまで美味しく食べれるって、うん、なかなかないじゃないですか。うん、普段食ってるシシャモって本当のシシャモって少ないらしいんだけどね、うんうんうん、私どもは口に入ってるシシャモって何、うん、この辺で手に入ってるシシャモって本当のシシャモじゃないらしいっていう話をテレビでやってるのを以前見たことがあります。え、まあテレビで言ってることが全て本当じゃないとは思うんだけどね。うんうん、うん、あ、そうなの。特にラジオの私が言ってることは全て本当じゃないぐらいの解釈でよろしくお願いします。じゃ本当じゃないかもしれないじゃん、うん、そう。酒太郎さんからです。炭焼き、バーベキュー、ワイルド、単なるアルチュ、あ、ちょっとこれはアルチュではない、どういうことでしょう、うん、サケちゃん。でもサケちゃんのメールちょっと どこから読もうかな、うん、そのまま読んじゃっていいんじゃないですか。とりあえず炭焼きバーベキュー、大学のスキー部の先輩&後輩で、うん、長野にログキャビンを作りました、うん、作ってる間外で炊いて、うん、焚き火を炊いて、うん、鍋や鉄板乗せて肉や野菜などを焼いて、お米も鍋も入れて焚き火で焼いて炊きました、うん、暗闇の中の焚き火の明るさだけ、それだけで美味しかったかなと。自分は焼肉だとピンク色ぐらいで食べたいので一人焼肉大好きですと。ああ、なるほど。ああ、ちょっと焼いてあるぐらいで食っちゃうタイプね。そうだ ね、 ね、うん、もう怖いですね。一生サギちゃんとは焼肉俺はできないな。ちゃんと焼かないとね。俺よく焼く派だから。みんな食われちゃうサギちゃんに。サギちゃんに先にね、うん、生のやつを。ああ、そっか。で、あの炭といえば、南牧村、うん、が結構炭が有名っていうのを聞いてて、うん、でなんかね、千歳屋さんだっけな、千に年って書いて、うん、千歳屋さんってお店だと思うんですけど、うん、そこで炭ラーメンとかあるの知ってます？私まだ食べたことないんですけど、うん、炭ラーメンとか、うん、あと炭ソース焼きそばとか、うん、炭餃子とかあるの知ってます？どこに炭が使われてるんだろう。麺に炭を、そう、練り込んであるの。黒いんだ。そう、麺が黒いので、餃子の皮が黒いの、うん、本当の炭、牧汁が入ってるとか、そんなね、なー、やだー。イカ炭の炭、本当に、うん、食えるん。え、食べれます。それがすごく名物なんですよ。へー、私もね、人生に一度は行ってみたい。口の中、まあ、真っ黒にしてイカ炭みたいに。イカ炭美味しいよね。うん、ね、やっぱこう南牧村のね、やっぱこう豊かな、こうね、すごく空気も美味しいじゃないですか、うんうん、でね、そういうとこでね、森で育った木材とか使うんですかね、うん、ね、焼いた炭で、うん、うん、だからね、そこのね、私は炭ラーメンを食べてみたいんですけど、リスナーさんの中で食べたことある方いるかな。炭を有名だから、煮込んである、なんか何、いい栄養分みたい的なものが入ってるんかね、炭って。え、そう、炭ってね、すごく美容とかもいいって言うじゃないですか、うん、そうなんだ。うん、炭パックとかもあるし、うん、炭もバリバリそのまま食うような人に遭遇したら多分俺は逃げるな。うん、そりゃそうだわ。でも健康維持とかにも炭っていいって言いますから、うん、やっぱ食べたらこう体から出てくるんじゃないんですか。なるほど、うん、このはね、計り知れないね。でも炭冷やし中華とか食べてみたいな。うん、黒い冷やし中華、黒酢とかなんかな、分かんないけど、また違うか、分かんないけど、まあ、ね、うまけりゃいいやの、うん、まあね、うん、さあ、というわけで今日は
皆さんで炭焼き万歳でお待ちしております。はい、時刻は8時29分です。また40分台でお会いしましょう。7分を回ろうとしています。おはよう前橋からお送りしております。この時間の担当はあーちゃんこと磯日彩香と小千じいちゃんでございます。どうぞよろしくお願いします。さあおはから金曜日、今日のテーマはこちらです。はい、今日のテーマは炭焼き万歳。はい、今日は炭焼き万歳ということで、ラジオネームアット FM さんからこんなメールです。アット FM さん、皆さんおはから、おはから、本当に炭焼きなら炭作り体験がしたいです。お、群馬はどこで炭焼きの窯があるんでしょうかということで。どこにあるやら。ねえ、あれでも炭っていうと群馬県内でも片品村とか、うん、結構なんかイメージがありますよね。そうですか。うん。うん。ないですか。いやちょっと口ごもってしまいました。なんか片品の方で炭アクセサリーが作れる。うん、知ってます？知らない。あ、そうですか。炭でアクセサリーそうなんですよ、うん、炭焼き名人っていう人が片品村にいるそうで、うん、あー、じゃあ片品だな。ですよね、うん、本場は片品だ。本場は片品かな、うん、決まりだわ。それで炭のアクセサリーを自分で作れる体験、そう、体験ができるって言って、なんかね、もう 2年ぐらい前だっけな、うん、ぐらいからすごく話題になってたんですよ。そうなんだ、うん、そう、思い出してそれを。炭をアクセサリーにするの。そう、そうなんですって。で、色落ちとかしないように、うん、結構いろいろとやってるんじゃないですか。工夫されてね。うん、へえ、そうなんですって。でもなんか、うん、例えばなんか一度にね3トンぐらいの薪を10日間かけて高温で焼くとするじゃないですか、うんうん、そうすると炭になるのってわずか10分の1なんですって。10分の1、うん、ほう、そう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 、だから炭って難しいんだなってね、うん、思いましたね。あと FM さん、もしよかったら片品アクセサリー作りとかどんなんができるんだろう。本当なんか可愛いペンダントみたいな。ペンダント、うん、うん、そうそう、炭の可愛いですよ。想像つかねえ。私もね2年ぐらい前にした時にね、ああ作りたいなと思って。ちっちゃい炭の形をした、そう、本当の炭で、そう、ペンダントとかイヤリングとかもあったな。そうそうそう、うん、だからねこれもちょっとね行ってみたいな、作ってみたいなって。これからっていうかもうすでに流行してるん。うん、あのね、そう、最先端、数年前に、2年ぐらい前に結構話題になって、話題になってんだ。そう、それが今ポーンと思い出したんですけど。いやー、取り入れないとね。ね、敏感な方はねもうね取り入れてるかもしれないけど。ラジオネームトゥーパンプさんからです。パンプさん、炭火焼きという商品名のコンビニ食品があります、うん、あれは本当に炭火で焼いていますと。私が見たのはセブンイレブンの工場で、うん、巨大な設備で肉や魚を焼くのに、うん、ガスや電気ではなく本当に炭を使っていました、うん、真っ赤に焼けた炭の絨毯の上を、うん、金網のベルトコンベヤーに乗った肉や魚が流れてきました。移動してね、ねえ、うん、大量生産なのにあのこだわりはすごいなと感動しました。あ、これを見れたトゥーパンプさんがすごいですね。ねえ、そういうところまで入れたのっていうか、うん、何をされてる方なんでしょう。でもね、ちゃんと炭で焼かなきゃね、炭焼きとね表示できないもんね。ねえ、うん、ねえ、でもトゥーパンプさんのおかげで本当に炭火なんだなって分かりましたね。いや、そういう上をさ、うん、歩いて渡るなんか行者みたいのいたよね。炭の上を、何ですかそれ、うん、熱くないんだぜって、うん、いたんですか。足の裏が焼けても平気なんだっつって、こうダダダダって、なんか昔のテレビだったんですか。炭渡りみたいなさ、なんか修行すれば熱く感じない、うん、
なんかどこまで信じてどこまで信じちゃいけないのか、こう煎茶の場合分かりません。本当にそう思ってください。適当に流してくださいね。ラジオネームももじいさんからでございます。ももじいさん、今日のテーマは炭焼き万歳、楽しくて美味しいバーベキュー。40年くらい前の話なんですけど、うん、自動車整備士だった頃、仕事場の近くで七面鳥を飼ってる人がいて、1羽くださるというので河原に行って、ま、さばいてみたそうです。そう。なかなかね、七面鳥ターキーさばいた人っていないよね。ねえ。お肉のお腹の中に野菜などを詰めて、先輩がモーターを利用して作ったロースターでぐるぐる回しながら炭火で焼いて七面鳥を食べたことがありますと、なんかね、やっぱり生きてた姿を見たのでね、美味しくなかったと記憶していますって。あ、その工程を全部ねするとなるとね、慣れないとなかなかねえ、でそんな桃爺さんから、先ほど小仙ちゃんが私たちがいつも食べてるししゃも、高崎のパパさんがさ、ししゃもを炭火で焼いたらめちゃくちゃ美味しかったって言ってて、そのししゃもが私たちが食べてるのは、なんか本物じゃないみたいなこと言ってましたよね。それに対して桃爺さんが、私たちがいつも食べてるししゃもはノルウェーなどから取られる、カラフトししゃもという種類で、本物のししゃもは北海道で取れるもので食べたことがありますが、全然違うものでした。あ、やっぱりまあ同類なんだろうけどさ、だからね、違うらしいっていうのをなんか、ね、だけどさ、富岡のアリオンさんも小仙ちゃん先ほどのししゃもの件ほぼ合ってますよ、合ってたんだ。うわ、珍しいこともあるもんだね。珍しいですね、一般に流通しているのはカンペリ、カラフトししゃもというお魚ですと、あ、やっぱそうなんですね。そっか、ね、本物はなかなか手に入んないんだ。ね、北海道で食べてみたいな。ね、ラジオネーム深谷から来ましたさんからです。炭焼き万歳ということで、ホルモン焼きはやはり炭火焼きで食べるのが一番ですよね、肉の脂が落ちて少し火が上がったり、早く食べないと黒く焦げたりと楽しみもあります、自分のお気に入りのお店が熊谷に2軒あり、人気のお店なのでいつも混んでいます。美味しいのでお酒もつい飲みすぎてしまいます。ホルモンとお酒なんて最高じゃないですか。焼く難しいよね、焦がしちゃったりとかしてね。でもなんかホルモンでちょっと焦げたぐらいが美味しいですね。やっぱちょっとこう火が通ってたりなって、じいちゃんはね、よく焼くもんね、焼くのが好み。そうすると焦がしちゃうんだよな。ホルモンはやっぱ分かんない、どこまで、ね、ね、焼き加減、なんか私あの知り合いに焼き師がいてそうなんだ。そう、なんかいつもバーベキュー、そう、奉行がいて、その人はいつもそういう焼くときは、本当にやっぱ美味しいんですよ、タイミングっていうか。そういう人いるというだけでいいよね。じゃんじゃん焼いてくれて、じいちゃん自分で焼くのがめんどくさいんだもん。あ、でもあれでしょ、よく焼かないとダメなんですよ。そう、行かない、ちょっと誰かに取られちゃ う, こうラジオネーム、エイトママちゃんからです。エイトママちゃん、炭焼きといえば焼き鳥、よくスーパーの前で売ってますよねと、実家の近くにあるフレッセの前に焼き鳥のお店が出ていると、焼き鳥のいい匂いが家までしてきました。今ファミリーマートで焼き鳥100円セールやってるみたいですよ。お二人は塩とタレどちらが好きですかと。せーの、塩。あ、やっぱ合わないですね。タレ派です。塩派です。だからスーパーの前でさ、あの軽トラかなんかでやってる、あれはそそるよな。そそりますよね。あの前通ると買っちゃうよな。わかる。あれずるいよな、ね。私なんか小さな頃、近所に山城屋っていうスーパーがあって、知ってます？山城屋ね。知ってるの、小仙ちゃん。いや、俺のことだから、ほら、知らないよね。とりあえず知ったかぶりをする。多分伊勢崎市と桐生市あたりの人じゃないと知らなくて、群馬県内の人ってなんかほぼ知らないらしくて。山城信号なら知ってるで。逆にわかんない。ああ、いいや。そこにね、小さな頃からずっと焼き鳥屋さんのそのトラッカーがあって、そこよく食べてました。そうなの、焼き鳥。そう、 あのお小遣い持って混ぜた子供に、ワンカップ片手に焼き鳥。いいね。いいね、また食べたいな。小学生なのにワンカップ、ワンカップに焼き鳥。本当ですか。わかんないよ、ワンカップなんて。そんなラジオネーム、ワンカップが分かんなかったのか。え、違う違う、ワンカップっていうのはこう、それは持たないってこと。あ、持たない、小学生だから。あ、そうです。そう、ラジオネーム、ハワイのママちゃんは、ママちゃんはみんなでワイワイの BBQ は楽しいですね、うん、我が家はお外は虫さんが登場するので、今は涼しいお部屋で鉄板焼きやお好み焼きやたこ焼きで楽しんでいます、BBQ ね。
あ、虫がいっぱいいるところに住んでんだね、ママ。ママちゃん、赤城山のふもとに住んでるって言ってましたもんね。ママやっぱ今はいい鉄板焼きっていうのがあるじゃないですか、こうメーカーがこういいやつね。そう、お家の中でも本当にこう、うん、バーベキューこう味わえるような、うん、いいやつが売ってるからね。いいやつ売ってるんだ。売ってますよ。なんか一回使っただけでこうしおっちゃうような鉄板しか持ってない。こせんちゃん、うん、変な風にねじれちゃって熱で、ね、鉄板が悪いんだよね。うん、やっぱそういうものとかで変わってきますよね、うん、味とかも ね、 そうだね。ゴルゴ38さんです。38さん、自分が、炭焼きで思い出すのは渋川市や中野城町中にある青空という焼肉店になります。青空ね、知ってるの？知らないですよね。、はい、まだ数えるほどしか行ったことないのですが、そのお店のオリジナルメニューだけではなく、うん、季節に応じた野菜サラダが豊富にあるなと感じました。野菜サラダね、野菜はたくさん取らないとね。そうですね、夏野菜も美味しいですからね、うん、あれ今日はルルちゃんが来ませんね。いつもこの時間に来る。あら、どうしたの？月曜日かな、読むのはね。はい、さあというわけで皆さん炭焼き万歳ありがとうございました。どうでした？万歳ね。土日はぜひお外とかでね、野外だったら大丈夫だと思うので、うん、ね、少人数とかで焼いて食べて BBQ 楽しんでください。はい、お天気もねすごい暑くなるそうなので、火を起こすところからね。ね、うん、熱中症対策しっかりと。火打ち石とかでね、火つける。うん、あと棒をこすってね、火つけるとか。そんな、そこからやると楽しいらしいぞ。本当ですか？うん、はい、なんかもう今日はどこまでね、なんか本気に捉えていいかわからなかったでございますが、はい、ちょっと話は変えて、県内ですね、昨日も新たに10代から50代の男女6人が陽性です。あら、はい、群馬県内本当にまた増えてきて今208人。うん、ねえ、結構なんとかの濃厚接触者って方が多くて、うん、そう、それでなりましたって人がどんどん増えてきてるのでね、うんうんうん、これでね、まあ、ちょっと太田の方でもクラスターが発生してますから、はい、気をつけていかなきゃいけないですね。本当に気をつけないと次はあなたです。怖いよ、不安にさせたいでよ。いや、ちょっとだけそう思わないとさ。まあね、まあね、流行り流行に乗らない方がいい流行だな、これはな。そうでございます、うん、さあというわけで皆さんとね、また来週も元気にお会いできるのを楽しみにしております。こせんちゃんもまた来週元気に来てください。努力します。はい、元気に待ってますので、来るように努力します。はい、ではというわけで皆さん素敵な週末をお過ごしください。はい、本日の担当は私ソフィア彩香とこせんじちゃんでした。また来週お会いしましょう。さようなら。またね、バイバイ。